灘にある灘神社の神様は櫛井灘姫という女の神様です。一体どんな神様なのか、今からこの櫛井灘姫の出てくるお話をしましょう。ヤマタノオロチ。昔々のお話です。スサノオノミコトという乱暴者の神様が天から地上に降りてきました。お腹の空いたスサノオが川に沿って歩いていると、ややお箸が流れてきたぞ。きっと川上に人が住んでいるに違いない。行ってみよう。そこには一軒の家があって、おじいさんとおばあさんと娘を真ん中にして悲しそうに泣いています。あなたたちは誰よ。私は足なづちと言います。妻は手なづち、そしてこの子は櫛井灘姫と言います。どうして泣いているの？何があったのだ？私には8人の娘がおりましたが、ヤマタノオロチという恐ろしい大蛇に毎年1人ずつ食べられて、残るはこの櫛井灘姫だけです。この姫も今夜オロチに食べられてしまうのです。ヤマタノオロチとは一体どんなやつなのだ？ヤマタノオロチというのは体は一つなのですが、8つの頭と8つの尻尾を持ち、顔には真っ赤な目が燃えるような光を放っているのです。そして大きさは8つの谷と8つの山をまたぐほどの大蛇なのです。それならヤマタノオロチは私が退治しよう。その代わり櫛井灘姫には私のお嫁さんになってもらう。あなたはどなたですか？私はアマテラス大御神の弟でスサノオノミコトという、今高間ヶ原から下ってきたところだ。それはそれは恐れ多いことです。櫛井灘姫は喜んで差し上げましょう。櫛井灘姫よ、どうか私と一緒にオロチと戦ってほしい。スサノオ様、わかりました。私も一緒に戦います。しかしそのままの姿では危ない。櫛となって私に力を与えてほしい。はい。スサノオは不思議な力で櫛井灘姫を櫛に変えると自分の髪に刺しました。そしておじいさんに言いました。すぐにとびきり強いお酒を用意してくれ。そして8つの樽を置いて、その中に酒を入れ、家の周りに置いておくのだ。あとはヤマタノオロチがやってくるのを待つだけだ。すっかり準備ができた頃、ツリツリと気味の悪い音が聞こえてきました。ツリ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 、音はだんだん近づいてきます。ズリッズリッズリッ、そしてとうとうヤマタノオロチが姿を現しました。ズリ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 、いやいや、そうけだ。さてはじいさん、今年は娘の前に酒を飲ませてくれるというわけか。なかなか気が利いている。ヤマタノオロチは大喜びで8つの酒樽に8つの頭を突っ込んで酒を飲み始めました。これはうまい、うまい。でもなんだか眠くなってきたぞ。強いお酒で酔っ払ったヤマタノオロチはやがてぐうぐう眠ってしまいました。閉めた。今だ。えいえいえい。スサノオは腰に刺していた剣を抜くと、オロチの8つの頭を切り落としてしまいました。ヤマタノオロチが生き返って悪いことをしないように、胴体と8つの尻尾も切ってしまおう。えいえいえい、ガチッ。やや、剣に何か当たったぞ。
何に当たったんだろう。スサノオが引き抜いてみると剣の刃が欠けています。不思議に思って尻尾を切り開いてみると、なんとそこから見たこともないほど見事な剣が出てきました。なんと素晴らしい剣だ。これは天の高間ヶ原にいるお姉さんに差し上げよう。ヤマタノオロチから出てきたものは雨の村雲の剣、後の草薙の剣と呼ばれる宝の刀でした。ヤマタノオロチを退治したぞ。姫よ、元の姿に戻りなさい。スサノオの一言でクシーナダ姫は元の姿に戻りました。スサノオ様、ありがとうございました。おお姫よ、よかったよかった。おじいさんとおばあさんもクシーナダ姫のもとに駆け寄り、三人は抱き合って喜びました。その後スサノオとクシーナダ姫は結婚しました。この土地を気に入ったスサノオとクシーナダ姫は稲田を守っていきました。そのおかげで川の水はどこまでも澄み渡り、木々は緑深く山々を覆っていたということです。稲田神社の神様がこのヤマタノオロチに出てきたクシーナダ姫です。では次は写真で稲田神社を見てみましょう。鳥居の奥の石段を登っていくと拝殿があり、その奥の方に櫛稲田姫が祀られています。ここに櫛が奉納されているのが見えます。これはお話にもあったように櫛稲田姫が櫛に変わった時のことに関係があるのかもしれませんね。またこの隣には旦那さんのスサノオの命、お父さんの足名土、お母さんの手なずちのお社もあります。稲田神社をずっと奥へ進んでいくと畳1畳くらいの3枚の田んぼ、三枚田があります。その先には百重の椎の木と呼ばれる大きな木があって、その下には湧き水がたまっています。そこは良い水が湧く泉なので清水と呼ばれていました。こんな話があります。ある日その近くに住む若者がいつものように泉に水を汲みに来て、泉を覗いたらそこにとても美しい女の人が映っていました。慌てて家のご主人を呼んできて二人で上を見上げると、木の上に座っていたそのきれいなお姫様がこう言いました。私はスサノオの命の妃の櫛稲田姫です。どうかここに父と母の祠を作り、私たち夫婦のお宮を作り、清水の水で酒を作って備えてください。それを聞いて村の人たちはこの地に神社を建てました。そしてこの清水があるところには奥の宮が祀られています。稲田という地名は櫛稲田姫を祀る神社があり、神に備える稲を守る田があることから付けられたと言われています。この辺りにはこんな話も伝えられています。櫛稲田姫がヤマタノオロチに追われた時、茶の根につまずき松の葉で目を怪我したというのです。そのため稲田神社の周りに住んでいる人たちの中には、屋敷に茶や松を植えずお茶も飲まない人もいるということです。これで稲田神社にまつわる話を終わりにします。